人とは違う腕差をつけろ。コンビニの雑誌コーナー、表紙にふとして書いてあった。自分らしさってなんだ。子供の頃は気にもせず、気に入らなければ怒って、好きなものを好きだと言って。僕らは変わってく、守りたいものが変わってゆく。理解されない宝物から、理解されるための建前へ。大人になるほど後悔する生き物になる。でもね、それでもね、僕らしく、そして君は君らしくって、初めから探すようなものではないんだと思うんだ。僕は君じゃないし、君も僕じゃないから、すれ違う手をつなぐ、そこには愛だって生まれる。そういうもんさ、自分らしさってなんだろう。正しい。